はい、ということで皆さんこんにちは、市川ひかりです。よろしくお願いします。はい、今日は皆さん、東急歌舞伎町タワーさんも開業1周年ということでね、おめでとうございます。あ、すごい出てた。こんなに素敵なね、イベントに出演させていただき大変光栄に思っております。改めまして千葉県出身シンガーソングライターの市川ひかりです。どうぞよろしくお願いします。はい、今日は森ワークさんで歌っていきたいと思いますので、皆さん乗れる準備だけでよろしくお願いします。それでは春の新曲を聴いてください。ダス手拍子でいきそうな人、ぜひ手拍子よろしく。寂しいねって笑う君と僕の僕の素のラブストーリー、進む道を抜ける、風少し冷たい、そんな時は肩を絡め合うほど
そばにないから、君の仕草、君の口癖、君の声、瞳、笑顔、何もかもが愛しい。だけどこの想い言葉にできなくて、僕の弱さ、僕の心の心、僕が隠してた君を好きな気持ちは今でも出身シンガーソングライターの市川ひかりです。今日はとてもねお天気にも恵まれて、こんなに素敵な環境で歌わせていただいておりますが、皆さんどうですか、楽しんでますか。ありがとうございます。今日は3組目ですね。さっきのんぴもやってましたけれども、すごい盛り上げていて、さすがだなと思いながら、本当にね最近ね思うんですよ、周りのアーティストさんでもね、ほんとたくさんね刺激もらってて、リスペクトしてて、本当に素晴らしい環境の中音楽続けられてるなって思うんですけど、そんな私はですね、今年なんと一つの挑戦します。何知ってるやろ。47都道府県全国でワンマンツアーをやります。はい、ということで、なかなかねこうちょっと強気に出たなっていう感じなんですけれども、北は北海道から南は沖縄まで全部回っていきますのでね、ツアーで皆さんぜひぜひ地元に帰るついでだったりとか、まあ一かがメインでも全然いいんですけども、どっちかのね予定合わせてね、ちょっと一緒に遊びに来ていただけたらなと思います。今日フライヤーとかって配っていいんですか。いいのかな。この後物販もあるので、その時に私から直接ツアーの今日は手売りチケットも持ってきてますのでね、そちら受け取っていただけたらと思います。よろしくお願いします。OK、 今日はたっぷり時間もいただいてます。精一杯歌っていきたいと思いますので、どうぞ受け取って帰ってください。それではこの後はちょっとカバー曲を一曲歌おうかなと思います。最近知った曲、最近というか、ちょっと前に知った曲なんですけど、月ちゃんの晩餐歌という曲を今日は歌ってみようかなと思いますので、皆さんぜひ楽しんで聴いててください。それではまさか、何十回の夜も過ごしたって
Oh,
出すの。あなたの運命箱を聞いてください。夢からまた目覚める朝、隣にいつもと変わらない笑顔、ずっと頬をつついてみたら幸せの魔法
ということで、3曲続けてお聴きいただきました。カバー曲バンサンダ、そしてブルネンバーコーキ、今日の花束と、バラード続きですか。皆さん寝てないですか？大丈夫そうですかね。さすがに外では寝れませんね。今日本当にね、素晴らしい機会をいただいたんですけれども、今年入って私はなんかすごくちょっと病む時期があったんですね。今年入ってというか、音楽始めて、去年あたり初めて音楽に対して、ありがとう音楽に対してすごくこう、なんだろうな、共感というか、あ、苦しいなって思う時期があって、好きなことをね、仕事にさせてもらって、皆さんがいなければ私はね、ご飯食べれないんですよっていう仕事なんです。エンタメっていう仕事は あってもなくてもいいものだと思うんですけども、あった方がね、心が救われる仕事でもあって、そんな職業を選んだからにはもう気合をね、お兄さんたちありがとう今大事な話してるからね、はい、でありがとうございますよ、嬉しいです。だからこうやってね、コミュニケーションが取れるのも生でしか味わえないことなんですよ。で、すごくこうしんどいなって、自分自身が、私自身が、いちかひかりが思った時も、皆さんの顔を見たりとか、皆さんと同じ空間で音を楽しんだりとか、そういうことをしてるうちに、なんかどん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 自分が救われてることに気づいて、だし、自分もこういう、なんだろう、シンガーソングライターとして伝えられることを音楽に乗せて伝えて、皆さんの心を少しでもなんかしんどいなっていう時に楽にできたらいいなって、そんな願いを込めながらね、曲を書いて歌って皆さんに届けてるんですけども、それがすごくこう、なんだろう、自分にとってすごく大きいことなんだって、ここ 1,2 年でなんかようやく気づいたというか、スタート地点に立ったというか、そんなタイミングでございます。以前47都道府県路上ライブで回りましたけれども、今回は第2弾ということでね、全国ツアー47都道府県でワンマンライブをしますので、皆さんにその中でもちろん自分自身の成長もそうですけれども、日頃の感謝というか、自分が伝えたいことを一番伝えて込めて、できるライブをね、全て47公演したいと思ってます。どうぞ皆さん見届けていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。私は今年に入って実はね、大きな失恋をしたんですよ。結婚したいって思ってた人がいたんですけど、大いに振られてしまいまして、でもそれもね、人生の経験だと思います。皆さんも、過ごしていく中で恋愛だったり、友人だったり、いろんな関係性を築くと思うんですけども、その中で、みたいなこともたくさんあると思うんですよ。そんな中でも生きていればね、何か新しいものが見えるかもしれないし、生きていれば明日が勝手にやってくるからね、その勝手にやってくる明日に乗っかっていければね、またいつか良かったなって思えることがあると思います。なので、嫌なことを嫌なことで終わらせるのではなくて、いいことを受け止めるための嫌なことだったんだなって、そんな風に思える人生を送れたら嬉しいなって思います。はい、そんなこんなでございます。では、ここからはちょっとそんなね、失恋したやつにしか歌えない曲を歌おうかなと思います。最後のキス。
しんどい恋愛でもいつかこうして私みたいに全力で笑える日が来ると思います。笑わせてくれてありがとう。みんなの支えに感謝です。ファーストラブでした。ありがとうございます。それでは続けてオリジナル曲さようならできたものという曲聴いてください。伝えられて
とうございます。いや本当にいい日ですね皆さん。今日は初めましての方どのぐらいいらっしゃいますか。おー、たくさん。今日初めましてじゃない方は、あ、かんちゃった、じゃない方、あ、同じぐらいじゃない。すごい、初めましての方もそうではない方もこんにちは、いちかです。よろしくお願いします。はい、残すところねわずかになってきましたけれども、皆さん楽しんでいただけてますか。ありがとう。今年ツアーやるって言ってたんだけど、7月7日がツアー初日です。東京で、銀座じゃない、間違えた、渋谷の方でね、やらせていただきますので、7月7日七夕です。皆さんよかったらぜひぜひ、今日チケットも持ってきてますのでね、お手に取っていただけたら嬉しいです。本当に日頃からたくさん皆さんに支えていただいてね、ここに立たせていただいてるんですけども、今日はね、本当にこのステージを作ってくださっている東急さんや東急レクリエーションさん、そして TST エンターテインメントさんと、何よりいつもね大変お世話になっているもっちゃんの部屋に大きな拍手をお願いします。すごない、こんな大画面で私いんの。いちかー、やっほー、すごいよ本当に。東急歌舞伎町タワーさんはね、開業の時のイベントにも出させていただいて、本当にたくさんのご縁をいただいております。今日は精一杯の感謝を込めて、最後まで皆さんと一緒に楽しい空間を作り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ではここからは盛り上がる曲持ってきましたので、皆さん苦しい新曲よろしく。ちょっとねお膝を使った軽い運動が入りますのでね、できそうだったらついてきてください。それでは行っちゃいましょう。聞いてください。アンドーンかならしいですね。アンドーン、はい。OK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 、 はい、私の決意を買った曲です。聞いてください、アンドーン。止める人いきましょう、せーの。じゃじゃじゃ、ちょっと私怖いからジャンプしてね。じゃ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 、カメラ持ってる方はちょっとブレない程度によろしくお願いします。 OK、 ここからクランプでフェイクな言葉か、そんなんでもいいか、抱き消した自分の声もわからない、曖昧な答え、正義だけ奪え、この手の中に Say it。 Yeah, yeah.
続けてもう一曲いっちゃいましょう。 Try to believe。 今年は透明版ツアーバンドに回りますので皆さん大いに楽しんでてください。今日本当にありがとうございました。残り2曲になります。皆さん最後までよろしくお願いします。傷を語る幾度にもまとう鎧はいつしか僕の深いとこを隠してしまう。それを手放していいものか疑いた確信の We are fighting 名乗り手の迫り来る感覚に I was burning いつになったんだもっとマシになれるのか不安だった We are fighting 昨日まで一人だと感じてた僕がこの湯に姿望んでくれるなら Try to believe。 ぐらつくほど思想感情欲望をつまいでそれが決定は素晴らしい機会をいただきありがとうございました、残すところラストの曲になります、次に歌う曲は私が書くのにすごく時間がかかった曲です、今の世の中いろいろなことが起こってますが明日を心待ちにできる人は何パーセントいるのでしょうかと私はすごく思います。私自身もすごくねいろいろな壁を乗り越えて今日ここに立っていますが皆さんも皆さんの人生を送る中でたくさんしんどいなと思うことがあったり時には幸せだなと感じることがあったりそんな日々の繰り返しだと思います。そんな中でもしんどいなと思った時に私は皆さんの背中を押せるような曲を書きたいそう思って今日ここまで踏ん張って毎日歌ってきました。これからもきっと変わらずそれはぶれることなく私の中に真の軸として存在していると思います。最後に歌う曲は皆さんにどんなことがあってもまた新しい明日が来てそして私がいつでも皆さんの心を明るくできるように
そう約束しますという決意の曲です。どうかこれからも皆さんの未来が明るく照らされますように、そんな思いを込めてラストこの曲聴いてください。さらら。抱きしめて心の叫びが誰かに気づいてほそり、この世に溢れる毒は僕らにまっすぐに人の中には不安と孤独がまとわりついてる。自分の気持ちはいつも押し込めて我慢して、そうしていつしか誰か傷つける。そんな世の中にいつか革命を起こせたんだ。祈りに火を任せて、心のない心の話に折られた羽は美しい。君は孤独じゃないから、愛を捨てないで、暗闇で咲き見ていない、一応隣で照らすから、愛のまま気づいてほそり、この世に溢れる